Welcome back to Happy On Channel。 皆さんこんにちは。今日は私の足踏みをどうやって普段使っているかっていう紹介をしたいなと思います。私は足踏みを足で踏んだりもしますし、もちろんあと手を使っての運動もしたりしてます。あと家族がどういう風に使っているのかっていう様子も載せていけたらいいなと思ってます。それが私のおばあちゃんの姉になるんですけど、102歳のおばあちゃんもこの足踏みを実際に使ってみて楽しそうにしてたので、その様子とかもお見せできたらいいなと思ってます。あとは母とか姉とかみんな使ってる様子を載せていきたいと思います。まず私が手をどういう風に使っているのかっていうのを紹介したいなと思います。私は麻痺手がこう下に下がるよりも、麻痺手を右上で剣側の上に置いてからこうやってやるのが好きです。こうやってやることで肩こりとかもこう和らいだりするので、運動をよくしてます。これとあと足を踏むっていう様子をしてます。その足、これはねずっとこうしてるだけでね、肩を動くわけよ。これができないんですよね。普通にこう右手はこうやってさ肩甲骨回せるけど、左手ができないからこうやってやるんだけど、これでもなんかできてる感じはしないんで、よくマッサージ行ったりとかリハビリの時間を使ってちょっとストレッチしてもらったりとかするけど、それが難しいから、これをすると肩周りがすごい楽になるから、すごいお気に入りです。実は私のおばあちゃんもね、13のおばあちゃんもこの足踏みをゲットしました。多分使ってくれてると思います。ちょっとおばあちゃんにね買ってからはおばあちゃん家に行けてなくて、どういう風に使ってくれてるかまだ見れてないんですけど、まあ、そういった様子もいつか載せれたらいいなと思っているので、次回を楽しみにしてください。こうやってずっとやってます。すごくないですか。こう麻痺手が動かなくなりました。前初めはこうやって落ちてたんだけど、こう足踏みでこうやってやってても落ちなくなって、肩周りが楽になったので、すごく便利だなと思って、私のお気に入りの使い方の一つの紹介でした。では私の足踏みやってる様子と、姉と母がやってる様子など、あと家族がどうやって使ってるかっていう様子を見ていただけたら嬉しいです。どうぞ。続いては母の様子です。私は使ってない時いつも使ってると思うんだけど、いつもどういう時に使ってる？テレビを見る時に使ってます。慣れてる人は足の動きが違うね。うん。そんなにいつも早いの？動かすっけ。あ、そうなんだ。テレビ見るとでしょ。あのところできるね。そう、持ち運びね、コンセントないしね、うん、ありがとうございます。はいつも使うときに腕を動かして使ったりもしてます。そんな感じでどうですか、使ってみて。楽しいです。でも楽だよね、コンセントとかないから。うん、こんな感じでみんな使ってます。では木の肌触りもいいです。確かに言えてる。続いては私の足踏みの様子です。こう足踏みしてる時ってどっちが麻痺層かわからないぐらい両方とも綺麗に動かせてる気がするので、安くいつもなんか愛用してます。私はテレビ見ながらとか、あとはデスクワークしてる時に部屋に持って行って使ったりもしてます。基本的にはリビングに置いておいて、家族全員が使えるようにと思ってリビングに置いたりやってます。なんかゆっくりやってみたりとか、スピードを出してやってみたりという使い方
分けてやっているので、皆さんも使い方いろんな工夫してやってみてください。もしおすすめの使い方とかあれば、またコメントだったり DM いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。 Thank you for watching everyone and see you next time. Bye bye.